本日は野村治虫投手、こちらの映像は1983年5月15日の太陽戦、全12球団から勝利をかけて先発しました野村投手ですが、紹介にですね、こちらいきなりね、田代選手にね、タイムリーを打たれるわけですがね、なんか屋敷選手ね、やっぱ足速いな。まあね、続きは後ほどということで、野村投手、神奈川県出身で、高校は平塚農業高校、高校ね、卒業後は駒沢大学へ進学、1学年下のね、後にヤクルトで活躍されました大谷昭彦選手とね、バッテリーを組んで、4年春は7試合に、ね、先発、すべてを完投勝利、防御率 0.95 でね、4年ぶりの駒沢大学優勝に貢献、通算でも47試合で21勝15敗、2.10、198奪三振の、ね、成績を残されて、ドラフト会議を迎えるわけですね。そしてこちらが、その1968年ドラフト1位の、ね、面々でございますがな、そうそうたる、ね、メンバーが揃っておる中ね、野村投手は太陽にね、1位指名されるわけですね。野村投手ね、入団1年目は、ね、わずか1試合なんですがね、2年目にはね、28試合で1勝2敗、3年目は35試合で4勝3敗とね、まあ、翌年はですね、2桁勝利がっていうぐらいね、期待されていたわけなんですが、ロッテでね、首位打者を獲得しておりましたこちら江藤慎選手とね、まあ、トレードでね、まあ、ロッテ移籍するわけなんですよね。ロッテね、移籍1年目ね、まあ、ドライチでね、入団してね、4年目になるわけでね、期待の、ね、若手ということでね、47試合で、ね、14勝10敗とね、初の規定投球回にもね、達するわけなんですよ。しかし翌年はね、6勝に終わりね、金田監督がですね、実の弟金田智大投手獲得に動いて、日本ハムにね、トレードでね、移籍するわけなんですね。移籍ね、1年目はね、まあ、4勝9敗という成績に終わるわけなんですがね、まあ、4勝のうちにね、ロッテ戦3勝とね、まあ、ロッテキラーぶりということでね、これでね、まずね、パ・リーグ全球団からね、勝利するわけなんですよ。移籍2年目は11勝、そして移籍3年目はですね、13勝と2年連続2桁勝利を挙げるわけなんですよね。そして移籍4年目となります、プロ9年目はですね、5勝10敗とね、ちょっと成績が下降するんですね。その後にね、こちら太陽杉山投手とですね、こちら真柴投手との、ね、2対1の交換トレードでね、まあ、太陽へ移籍するわけですがね、まあ、真柴投手ね、別の動画で上げておりますがね、後にね、日本で、ね、15勝0敗無敗とね、活躍するわけですからね。太陽ね、復帰1年目はですね、なんと44試合に登板、17勝11敗4セーブとね、最多勝を、ね、取る活躍をするわけなんですよね。まあ、そしてですね、カムバック賞も受賞するわけですね。まあ、ここからですね、まあ、セ・リーグ、ね、各チームに、ね、勝利する瞬間を、ね、交えながら、ね、お伝えしていこうとは思うわけなんですが、移籍2年目は7勝、そして移籍3年目となりますプロ12年目ね、33試合に登板して15勝10敗とね、まあ、なかなかね、太陽で、ね、先発ローテーションを守って、ね、活躍するわけでございます。野村投手ね、移籍したね、それぞれのチームでね、活躍してるわけでね、なかなかね、野村投手のね、移籍は良かったわけなんですがね、交換相手のね、選手というのはね、みんないいわけじゃないですか。江藤選手はね、太陽の主力として活躍、金田智大投手はね、ロッテ日本一にも貢献、真柴投手、杉山投手もね、日本ハムの先発で活躍してね、真柴投手はね、無敗の15連勝ですからね。ただね、野村投手ね、ジャイアンツ戦になりますとね、なんか自分の投球ができないということでね、巨人戦にはね、勝てないんですよ。同じチームにね、ジャイアンツキラーの、ね、平松投手がいるわけじゃないですか。しかしね、野村投手は勝てないということでね、まあ、なんてね、巨人戦で、ね、通算ね、3勝にね、終わっていますからね。そしてね、プロ13年目、83年ね、99勝99敗ってね、まあ、100勝が先か100敗が先かというね、こちらヤクルト戦で見事ね、勝利しましてね、通算100勝をね、マークするわけなんですよね。しかしね、この年は3勝、翌年も5勝とね、36歳の大ベテラン、今度は阪神タイガース加藤博和選手とのね、交換トレードで阪神へね、移籍するわけなんですね。もうね、ちょっとね、終わった感があったね、野村投手なんですがね、プロ15年目37歳になる年にね、息をね、吹き返すわけなんですよね。そしてね、こちらがね、冒頭の続きになりますけれども、野村投手ね、1点先制されたわけなんですが、こちらランナーをね、2人置きましてね、女房役、笠間雄二星がね、ここでね、金沢投手からね、逆転のね、スリーランホームランをね、打ってくれるわけなんですよね。佐野選手はですね、この年は正捕手として127試合でね、2割7分1に12本抜いたとね、活躍された年ですからね。そしてですね、野村投手、またまたね、ピンチをね、迎えるわけなんですよ。まずはこちらね、屋敷選手がね、打って出る。そしてね、これ高木豊選手ですね、これね、センター前にね、落ちちゃうわけなんですよね。
ノーアウトながらね、一塁二塁のね、ピンチをね、招いてしまうわけなんですよね。そしてね、迎えるバッターは、タイオフェルズ、トレーシー選手ですがね、野村投手ね、ここは落ち着いてね、トレーシーをショートゴロ、ダブルプレーに打ち取ってね、ツーアウトランナー三塁というところまでこぎつけるわけなんですよね。そこでもね、野村投手ね、いいピッチングを見せるわけで、ここはね、このピンチ、ライトフライですね、田代ですかね、打ち取ってね、切り抜けるわけでございます。ピンチをね、切り抜けた後の阪神タイガースの攻撃はランディ・バース選手でございます。そしてね、見事バース選手ね、貴重なね、追加点となるね、ホームランをライトスタンドへね、叩き込むわけなんですよね。野村投手はね、7回2失点ということでね、その後をね、8回から受けましたのはね、リリーフエース山本和之投手なわけなんですが、まあね、ここね、田代選手にね、いきなりの一発ということなんですよね。そしてですね、9回を迎えましてね、山本投手ね、またまたピンチをね、招くわけでね、ワンアウトながらランナーセカンド、このね、センター前でね、まあ、三塁ランナーがね、なんと帰らなかったということはね、助かったわけなんですけれども、ワンアウトながら一塁三塁のね、ピンチをね、招くわけなんですよね。そして迎えるバッターは大王フェース元井選手なんですが、ここは見事三振ね、切って取るわけなんですよね。そして最後のバッター、トレイシー選手をですね、レフトフライに打ち取りまして、野村投手で、ね、勝利投手、全12球団からのね、勝利となるわけなんですよね。そしてね、この投手はね、なんと12勝とね、復活もね、アピラ、ここね、ウイニングボールね、もらってますよね。まあね、その後のヒーローインタビューではね、まあ、チームが勝ってくれればいいということをおっしゃってたわけなんですがね、まあ、4ヶ月後にですね、太陽の古賀投手がね、12球団勝利を達成したわけなんでね、まあ、野村投手、まあ、第1号じゃないですか、ということでね、第1号というのはね、やっぱり気持ちがいいというようなことはね、後でね、おっしゃっていましたね。そしてですね、翌84年はですね、プロ16年目にしてね、初の開幕投手を任されるもね、2勝5敗に終わるわけですね。そしてプロ17年目のね、85年、1勝ね、マークするわけでね、今までね、経験がなかったね、優勝というものをね、ついね、プロ17年目にしてね、経験するわけですよね。そしてね、翌18年目はね、15試合で1勝ということでね、ついに引退されるわけなんですね。野村投手、通算成績は579試合で121勝132敗8セーブ 4.02 の、ね、成績を残されております。まあね、12球団ね、全球団から勝利しようと思ったらね、まあね、交流戦がないこの当時はですね、4チームに所属してね、まあね、そこでね、第一線でね、プレーをね、し続ける、ね、必要があるじゃないですか。そしてね、ある程度のね、実動年数というのも必要っていうわけでね、本当ね、どのチームでもね、2桁勝利を挙げてね、まあ、ね、40歳までね、プレーしたからこそできたね、記録だと思うわけなんですよね。本日はね、12球団、全球団から勝利第1号、野村治投手でございました。最後までご視聴していただき、ありがとうございます。では、